もしもし、あれ森タッチ候補じゃないですか、はい、こんなところで何してるんですか、はい、この横井湘南先生を忍んでおるんじゃ。あら、時代がかかってますね。横井湘南先生ってどんな人なんですか？横井湘南先生はじゃな、熊本が生んだ偉大な思想家、ね、教育家でもある。この熊本藩士で元は朱子学を収めておったんじゃが、熊本ではなかなか理解されなくてね。それでまあいわば今で言えば窓際族みたいになっておったんじゃが、福井藩の 松平春学校に見出されてな、この方が松平春学校、うん、この方に呼ばれて福井藩に行って、うん、福井藩で藩政改革を大成功させるわけ、うんうん、そしてその功績で今度は江戸幕府が横井湘南に目をつけて、うん、そして幕政改革を頼むわけ、うんうん、それで大活躍をして、そこでこの横井湘南の思想を中心に幕末の改革が進んでおったんじゃが、うん、ある事件があってな、うん、横井湘南先生は熊本に帰ってしまう。もうある事件っていうのは、それは指導忘却事件っていうのがあってね、うん、そしてその暗殺団が襲ってきた時に逃げたと言われて、うん、それでもう処分されるわけよ。まあ、結局主事件というところに蟄居して、うんうん、そして弟子を教えておったんだよね、うんうん、そしたら、まあ、明治維新の時に、うん、坂本龍馬、勝海舟、ね、西郷隆盛、うん、また高杉晋作、こういう人たちにものすごい影響を与えて、うん、すごい有名どころが揃ってますね。だから明治維新の立役者になった、はい、この影の功労者が横井湘南先生なんじゃ。偉い方が熊本にはいらっしゃったんですね。うん。で、横井先生は最後はどうなったんですか？横井湘南先生はな、うん、それで終わるかと思ったら終わらなかった。明治政府に見出されて、熊本に偉い先生がいるというので、はい、参与として、まあいわば今の内閣の大臣の一人、うんうん、迎えられて、そして明治政府の、うん、参謀閣として働いたんだね、うん、でこの横井湘南先生の偉大な思想が今も日本に必要なんじゃ。偉大な思想っていうのはどういう思想ですか？これはね、はい、国是三論といって、はい、富国強兵指導、この3つを国是三論で言うわけ、うんうん、でその国を強くする、うんね、国防、うん、そして国富、うん、国民を豊かにする、うん、経済政策ですね、うん、そして指導、世界に通用する武士道精神を打ち立てる、うん、この3つをその当時にすでに説いておった。それって今の日本に必要なことですよね。そう、だから私森タッチ候補が登場して横井湘南先生の思想を全国、うん、全世界に広めようと頑張っておるんじゃ、うん、よし、私も森田候補のために応援します。森タッチ候補、頑張れ、頑張るぞ。おー、おー。